富山市のゴミの量が1年間で25メートルプールおよそ500杯なんてびっくりだよね。これはみんなでゴミを減らす努力をしなきゃ大変なことになる。まずはゴミを減らすとどんなことが変わるのか一緒に考えてみよう。ゴミは燃やして処理されますが、そこにかかる費用は1年間に26億円というすっごいお金が使われているんだ。これは市民1人当たり6400円の税金が使われているんだよ。お金の問題だけじゃない。こうしてゴミを燃やすとある期待が出てくるんだけど、何かわかるかな？そう、二酸化炭素。これが地球温暖化の原因になっていると言われているんだ。じゃあいろいろな角度から考えてみよう。私たちがゴミの量を減らすとどう変わる？ゴミを燃やすのにかかる費用がダウン。燃やす量が減れば二酸化炭素の出る量もダウン。地球にも優しくなるというわけだね。そしてもう一つ、燃え残った灰は埋め立てて処分していることを知ってるかな？埋め立てた灰は消えてなくなるわけじゃないし、埋め立てる場所にも限りがあるんだ。ゴミを減らすにはどうしたらいいのか、よーく考えてみよう。